中心とした半径R の円ですね。その内部に Z を2に組みます。この R より小さい R1 を選んで、これを満足するような R1 を半径とする円ラミナーを円を中心として選びます。すなわち、半径 R の円を書いた後に、半径 R1 の円を組み合わせまして、半径 R1 で円 Z が円ガンマの内部に今度は入るようにします。最初には半径 R の円の内部 Z を書き、その Z の内部に持つような半径 R の円を二重に書いていきます。外側を円 Z と A イコール R で記述します。内側は円ガンマということにします。本心の積分表示を思い出してください。Z での値が分母から Z を引いて、一次式、分子が F セーター。それをガンマ上で積分して、2回 I をかけるということで、F セットを表現することができましたね。非常に分子的にどのようなものが使われていたかということを思い出しておいてください。これですね。二重に円がある場合は、これですね。円一つである場合、円が芯の内部にあるとすれば、その芯の積分は、その Z を分母から引いて、分子 F で Z、C 上で積分して、2回を分子数分なんですね。で、3.4 で、C 上での積分は、小さい芯の内部に含まれるような、きれいな円周を考えて、その円の内部に A が含まれるような領域での積分と書き換えているということを使いました。それで、Z を表現することができますので、この表現されたものを代入するんですかね。そして、計算をしますと、FA となります。この部分ですね。R を取って、FA となって、この辺は C 上の Z と A がないと Z の積分でした。Z というのは、C 上なんですが、O を書くわけですが、ガンマ上を書くというふうに書き換えることで、この部分の Z が何に書き、中心 A の値が残るという証明方法でしたね。今日は、それを使っていこうということです。結果としては、F の Z での値というのは、分母から Z を引いて、F、Z の積分の2分の1で、ここ、ガンマが円周ですから、ここで表示をし直しておいて、一部、次に関したことに表示部分を検査をして、この部分からは F が残るという、そういう論法でしたね。この積分で、セータは円ガンマの周上にあるから、セータ-A 分の Z-A というのは、
内部にあるということは、Z と N の方が小さいですね。したがって1より小さいということが分かります。どうですか？うん、分けて考えます。で、セーター引く Z 分の1を考えます。ここで工夫をします。セーター引く Z 分の1というのは、ここに0を足すということを行います。引く A して足す A するわけですね。ここでセーター引く A でくくり出します。セーター引く A をかけて、セーター引く A をかければ元に戻ります。等比級数であるこの量は1引く Z 分の1となることが証明できます。それを用いて、1引くこの量分の1というのは、1にそれ自身とそれ自身の2乗と N 乗とと足し合わせていくというふうに記述できます。これを丸1、方針の積分表示の分母に代入します。セーター引く Z 分の1から始まると、セーター引く A 分の1に、この等比級数を足すことになります。セーター引く A 分の1というものがかかっていて、Z 引く A の Z はガンマ上の点にはありませんから、外に出すことができます。2πi 分の1はそのままかけておいて、積分と F と D セーターはそのまま。で、セーター引く A ですが、こことここにありますから、べきが1次上がって2次となります。セーター引く A 分の1から始まって、Z 引く A が含まれていませんから、この式。次は Z 引く A が含まれている。で、分母は2次ということを繰り返していきます。で、N たす1個目は、Z 引く A の N 乗。分母はそれに一次増えて、このように記載されます。ここで、積分表示の中の N 回微分は N の階乗をかけておけばよろしい。で、N たす一次が積分関数に含まれるという、先週学習した内容を用いましょう。これを利用すると、まず FA は微分はかかっていません。で、一回微分は二次になります。で、1の階乗が来ますね。N 回微分は N の階乗がかかります。このように N 回微分、一般の回数の微分は N たす1次になって N の階乗がかかるわけですね。これらを丸に式に代入していきます。代入していくと、セーター引く A 分の1、セーター引く A の2乗分の F セーター、そういう非積分関数を含むもので、2πi 分の1が共通しているもの、ここまで。N の階乗分の1は含まれていませんね。で、これ、Z の N 次式が残ります。ここまでですから、残りの部分は N の階乗と N 回微分となります。それで、N の階乗分の FN になるわけですね。ここに来ます。このピンクなものイコールですから、分母で割り算して、このような係数がかかります。この部分、ピンクの部分の積分が、ここに来ているわけですね。で、このように書き換えて、Z 引く A の N 乗が共通してきます。これが、べき級数になる由来ですね。定理 4.1 で、A イコール0である場合には、特に FZ の展開は、A に0が入ります。A に0が入ります。A に0が入ります。ここ全部0ですね。このような特別な場合を関数 FZ のマクローリン展開と呼んでいます。実変数関数の時と同じ読み方